おはようございます、こんにちは、こんばんは、刹那圭介です。今回はこのゲーム記憶少女の実況をしていきたいと思います。よろしくお願いします。パート3ですね。じゃあいつも通り続きからやっていきたいと思います。はい、ファイル9か。前回は謎を解いて終わりましたね。これじゃない。ここのピアノの謎ですよ。そしてこの肖像画の目がこちらを向いていますってあるんですよね。そしてこれは何でしょうかね。これこれこれ、動いた。この動くんが何かのギミックあるんでしょうけど、なんだろう。そしてあの肖像画はあのままなのか、何かあるんじゃないだろうか。謎だらけだ。あー、そう、このパソコンも、まあ僕が踏むにこのパソコンのパスワードこそこれがあるんでしょうね。パソコンね、今はまだ見当がつきませんけど、3桁だったかな、パスワードが。これね、そう考えたら左上の4はその3桁のうちにどれか入ってくると思うんですよね。なぜかって言うたら他が2文字なんで、他の2文字になったら4桁になってしまいますからね。というわけで4がその3桁のうちにどれかに入ってくるんは間違いないと僕は踏んでおります。これはあれか、弥生ちゃん、あれ待てよ、弥生ちゃんの隣にならないかな。もしかしてその弥生じゃないかな、もしかして隣にならないかなっていうことで、もしかしたらあるかもしれませんけど、とりあえずこれでやってみよう。やった、正解冴えとる俺、冴えとるな。自画自賛。パソコンのデスクトップにファイルが一つあります。開きますか。はい。ファイルの中にはテキストがあります。読みますか。はい。お、すいません、ちょっと今メール来ましたんで。はい、メール見終わりました。じゃあ続きやっていきたいと思います。弥生ちゃんの写真、自分の懐の中、キャバクラメンバーズカード、タンスの一番下の引き出し、書館、図書室の鍵、タンスの一番上の引き出し、なんかいろいろ書いてますね。図書館の鍵、タンスの一番上の引き出し、これなんか必要そうなやつですね。図書館の鍵か、まだだったな。あと弥生ちゃんの写真とかあるし、自分の懐の中ってことはいつも肌身離さず持ってるってことかな。まあいいや、他に調べるところはあったっけ。タンスの一番上ってあれか、もしかしてこれのことかな。パスポート、キャバクラのメンバーズカード、鍵は、鍵取ったっけ、もう取ったっけ、覚えてないやパート1とパート2収録したん昨日の話なのに。開きません。じゃあとりあえずセーブしておきましょう。パートがファイル10ですね。だとしたらどこに行けばいいのか。まあ多分ここではないと思うけど、タンスって言ってましたな。あ、衣服以外何もないんですよね。まあ一応見ておきますか。何もないか。だとするとだ。ここはこんな感じだった。で、さっき調べたし、音楽室もいいし、もう先進んでしまおうか。なんかあるかな。わあ、お前なんでこんなとこおらんや。何も入っていません。嘘、嘘、嘘。嘘、嘘。
嘘嘘。え？人形どっか行ったやん。え？どういうこっちゃ。やばいぞ。見張られてるんじゃないのか。何も入っていません。何も入っていません。恐ろしいなってきた。いきなり恐ろしいなってきたよ。色とりどりの花。あと、タンスの中に和服。変わってないね。こっちは開かない。けど、あれじゃね？これ見たし、なんかでフラグが立ったんじゃないかな？バイバイ。何がバイバイじゃ。え、バイバイ。バイバイじゃないよ。何がバイバイだよ。怖いよ。やめてよ。でもちょっと可愛い声だったな、バイバイって。こっちなんかあるかな？あったし。行き止まりになっただけだと思ったら道が続くんか。やばいやばい。え、何？いいてん。開きません。え？え？ああ、傘立ててなんだこれ。一瞬なんか最初の方に出てきた黒いやつに変わったけどね。コナンの犯人役に変わったね。え？扉の向こうで何かがドアを塞いでいます。マジか。おお、ここから怖いところじゃないか。どうすっかな。もっと進んでみようか。開きません。変わった扉。扉には桜の模様が書かれています。ん？桜？上登る前にこっち調べてみますか。お、カエルちゃん。やったー。二つ目のカエルちゃん。セーブポイント二つ目見っけ。じゃあファイル11に。セーブ。お、勝手についたで。ポルターガイストか。ついただけかい。いや、あれじゃない？なんか、ついてからに、そこになんかヒントが隠されてる的な、そういうじゃないの？違うんかい。段ボールの中に積み木が入っています。なぜに？そして持っていきますか？はい。なんだろう、積み木。あ、こっちか。三角形と四角形の、丸型とひし形の積み木が一つずつ。なんだそれ。このみゆちゃんの小さい頃の遊び道具かな。9歳になったからもういらないやーって段ボールの中に入れたかな。お、ゴミ箱。何も入ってないんか。ゴミ箱ってだったらなんか入っとってほしいところか。まあ俺の考えやけど。お、フライパンの上に焦げた卵焼きがあります。火がつけっぱなしになっています。危な。火がつけっぱなしになっています。じゃあ消しましょうとはいかんのじゃ。待てよ。周期表の切れ端を燃やしてみる。あれ？燃やせない。てっきりあの炙り出しかと思った。ではないんだ。周期表はこのまま使っていいんだ。水道。冷蔵庫の中には野菜などの食材が入っています。ほうほう。食材は十分あるんだ。食用に困らんで、ね、あと電子レンジ。うん、ここら辺は普通やね。このちょっとカエルくんはおかしいとは言わんけど変わっとるっていうとこかな。なこれ、食品が並べられています。なんつうかインスタントやレトルトのとかのやつを置くためのやつかな。食品が並べられています。あとこっちにあると。お、これは怖いとこじゃないの。カエルくん、カエルくん、セーブさせて。とりあえずこまめなセーブ。ちょっとファイル変えすぎようかな。トイレットペーパー調べられない。あれ、うん、わお、新体験、恐怖への戦い。あ、もう2回目調べても意味ないんやね。驚かし要素だけだった。消しとこ。あ、でも待てよ、今のがフラグかもしれんけん、セーブしといてと。じゃあとりあえずこっち行ってだ。となると上か。あれ？ちょっと早すぎひん？刺激表。てかパソコンのパスワードじゃなかったし、これはいつ使うのだという話になってきた。
あとなんか不自然に右上が白紙になってますからね。さっきの火の場所で燃やして、なんか何やっけ、炙り出しかと思ったんですけど違うみたいですね。うん、上行ってみよう。やばいやばい、なんかおる、なんかやなんかおるよ。うるせえ。あ、キヨン、キヨン？何あれ？どっちに行こうか迷ってるような、どっちつかずのやつがおるんやけど。これ追いかけてくる？もしかして。よし。なんかわからんかったけど、赤いやつがおるんやけど。コナンの犯人役の黒いやつの赤いバージョンが出てきた感じや。テレビ。大型のテレビがあります。ほいほい。え、なこれ？いや、大型のテレビはいいやんけど、なんこれ？向こう側になんかないか？え？じゃあ、この左上の、この赤い点のやつなんだろう？まあ、いいか。絵があって？これ写真か。会社の従業員との写真が貼ってあります。お父さんの部屋かな？で、エアコン。会社の雑誌がたくさん棚に並べられています。机の中にマイナスドライバーが入っています。もちろん持っていきます。マイナスドライバーだ。まあ説明文は普通か。ベッド。少し休みますかとかあるんやけど、これ休んでいけるんこれ。怪しいわ。まだおるよ。無視。セーブポイント、セーブポイント、カエルくん。セーブと。13に分けた。ファイル何本まであるんだろう。まあ、それは、いいや。今は。少し休みますかで、休んでいけるんかという問題。だからセーブしておいた。いきます。眠りについた。なこれ。ここは、なんか、意味深なイベントが始まりましたよ。これ寝とった方が良かったんですね。え？何？あれ？なこれ？お、誰かおる。お父さん、お父さんか。お、綺麗だ。で、さらに下に進んでいくと、下に行ったらいいんかな。下に間違ってないかな。あれ？お、まだお父さん。お父さん。お、どこ行くねん。お父さん、娘を置いてどこ行くねん。そしてどっちに行けばいいんだ、このエリア。お父さん、お父さん。お父さん、どうすればいいの、私。まだお父さん。3人目。お父さん。こっち向いた。こっち向いたね、無視したよ。完全な無視だよ。聞こえているのに無視しやがったよ。聞こえていないんじゃなくて、もう聞こえているけど無視したパターンだよ、畜生。お、4人目来た。おう、お父さん待って。まだ君には気づいていないのか。まだ気づいていないってどういうこと？あ、聞いた。ねえ、お父さん。夢？意味深な夢でしたね。さーて、寝た人はどうなるかという話だ。まだオルガが。でも今回は時間、そうそう時間なんで、この辺で終わらせてもらいたいと思います。ファイル4のセーブ。ではこの辺で、ご視聴ありがとうございました。See you again.